はい、オルガンライフです。今、ファイファインの USB マイク、それと、スマホ、iPhone、接続していますね。今、私の声、結構張り上げ気味ですね。もちろんこの音、後で修正とかしないです。そのまんまこの音声ファイルを動画に重ねます。もう皆さんが見ているときは重なっていますね。今、声は張り上げ気味。ここのボリューム調整は、 もう9割ぐらい絞ってますね。マイクの声で収録用の大声を出す。または歌を歌う。その場合は、もうほとんどボリューム、開けないという感じですね。それちっちゃい声で撮る場合。まあ、このぐらいの声で撮る場合。この場合は、レベルメーター見ながら、ボリュームを慎重に上げてってください。今、ぼそぼそ喋る感じですね。それもっと明瞭にしたければ、マイクに、 近づける今結構近づけてますね。マイクに近づける。近づければ近づけるほど、このちっちゃい声も明瞭に取れますねあの。マイクと口の距離、1 2分の1にすると音は4倍ですね。1 3分の1にすると音は9倍です。あの、事情に比例します。まあ、距離で言うと事情に反比例して音が大きくなるという感じなんですけどね。 ま、このぐらいの繊細な声も、周りの環境音に負けずに、しかもいい音で撮れますね。これあの、ボリューム、慎重になってください。ボリュームを大きくすれば、声のパンチ感も出るけど、なんか歪んだ感じになる。声の繊細さっていうのがなくなりますね。大きい声で話す場合は、ボリュームを相当絞ってください。だからこのマイク、ボリュームほとんど回さないでいいのかな それと複数の人で撮る場合、その場合は、声がちっちゃい人の前にマイクを立てる。または並び順で、声がちっちゃい人を真ん中にする。それがいいのかなって考えますね。今、レベルメーター見て、全くピークに触れてないですからね。このぐらいで録音する。それがいいのかな。あ、今、近くでなんか工事の音、そういう音がしますけど、まあ、入らないのかなと思いますね。 小さい声でも結構鮮明に入りますねこのマイク、指向性がこう前にありますので、周りの音とか拾いにくいですね。ですので、部屋の騒音対策されてなくてもいいのかな。そう考えますね。まあ、ちょっと声にパンチ感が必要であれば、ボリュームをちょっと上げる。微妙に上げましたね。このぐらいで大体、だいたいマイナス3と書いてあるところ。そのぐらいまでボリュームを上げるようにしてください。マイナス3を超えると、 クリップ気気味味割れ気味にななるかな私アプリ、マイクメーカーのシュ r e が提供してる iPhone 用のアプリを使ってますね。これで正しいレベルを調整して、このアプリを使って録音するか、別の録画録音アプリに切り替えて、そして収録する。そのどちらかですね。また張り上げた声で、ちょっとパンチ感を出したい。その場合は近づく。近づいて、 レベルを相当絞る。今結構大声ですけど、このレベルメーター見ると、ほとんど触れてないですね。このぐらいで撮れば大きい声も、まあ周りのノイズ少なめで撮れるのかな。歌ってみたみたいな歌とかも、綺麗に収録できるのかな。そう考えますね。あと、マイクの方に口を向けたくなる。こんな感じで撮りたくなりますけど、そうすると、息がマイクにかかります。ですので、ちょっと口は、 前からずらす。それがいいのかな。ポップガードとかそういうのを手に入れてもいい。ただ大げさだし、物も増える。だから、私は口から少しずらす。それでいいのかなって考えますね。まあ、一番気にするところは、このレベルメーター。それが、絶対にゼロを振り切れない。ゼロまで行かない。それを意識してください。そうすれば十分いい音で取れますね。小声の人は、 マイナス6まで行くぐらいまで、近づける。近づけて、それでこれでも、まあ、私は行きますけど行かない人は、このボリューム調整を上げてください。これでラジオのような音、収録できるんじゃないかな。そう考えますね。あの、ファイファインのマイク、私デモとして何度も使ってみました。ただその中で、全く不具合ないですね。途中で動かなくなること。 ななななんんか動作が不安定になることそんなこととそもない接続しても認識しないそういうこともなかったですねスマホで明瞭な音声を収録したい大声出しても割れない音声を収録したい思いっきり歌を歌って収録したいそう思ってる人スマホ接続 USB マイク手に入れてみてくださいではバイバイ